ミュージックチャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます、チャンネル登録していただいた皆様もほんまにありがとうございます。今回はスキマスイッチさんの奏でということで、僕も大好きな曲なんですよ、ほんまに。で、なんかこれって結構カラオケでめちゃめちゃ歌ってるじゃないですか、皆さんさ。で、俺も結構なんかあ、歌いたいなーって電目持って歌おうかなと思ったら誰かが入れてるみたいな、誰かがもう歌ってはるみたいな感じで、いつもそんな思いでちょっと歌わへんような感じだったんですけど、まあやっぱこの曲のいいとこってなんかそのスルメソングというかね、ずっとこう聴けるし歌っても楽しいみたいな。で、あそこっすよね、突然ふーあ、ここから結構めっちゃ盛り上がるじゃないですか。で、ミュージックね、ビデオでも僕もその歌っててちょっとやってしまったんですけど、もうこうやってこう最後こうあーって下に倒れていきそうなぐらいの、ほんまもう気持ちの声ってここに集中した、全集中した感じの、もうそういうもう歌い方、もうすごくね、歌い方というか気持ちのこもったね、歌がねすごくね伝わりますよね。もうあっこからこうね、最後の抑えきれないみたいなところからもうぐーっとこう感情入って、あーみたいなね、最後までね、もうほんまなんかお腹いっぱいになれへんけど、こうなんか歌い終わった時に、あ、よし出し切った、よっしゃ出し切ったみたいなね、まあ、そんな感じで結構だから、そういうのでカラオケのそのね、ランキングにすごい歌われてる、日本でよく歌われてる男性の曲っていうので、ね、ランキングって結構高いですよね、まあ、カバーされてる方もいっぱいいらっしゃるので、まあ、僕も実際、今回カバーしてみてすごく楽しめましたね。うん、なんかここどうやって歌おうかなとかね、なんかなんかちょっと最後のちょっとね、上下行ったりメロディーちょっといじったというかね、アレンジさせていただいたんですけど、まあ、ほんま入りからもいいですもんね、改札みたいなね、そうなんかね、改札って入るよりはこう改札ってか改札みたいな感じで、なんかこうシュワッて入るとね、なんか個人的には楽しいかなと思いました。はい、うん、レコーディングしててもすごくね、一人でブツブツ言いながらこの歌詞めっちゃええわ、ここめっちゃええわ、ここのなんか盛り上がるところがですね、ここにハモニー入ったらめっちゃええやんかって誰もねえの言えてるみたいな、まあそれぐらいなんか盛り上がれる曲でしたね。はい、まあじゃあまあ次回もね、こんな風にちょっと解説とかまあいらんかもしれんけどちょっと気持ちを思いの時をね、しゃべらせていただいてですね、でそっから歌ってね、まあ、感想もちょっとやってみたいなみたいな感じですね。はい、じゃあ今回はスキマスイッチさんの奏ででした。ありがとうございました。改札の前繋ぐ手と手、いつものざわめき、新しい風、明るく見送るはずだったのに、うまく笑えずに君を見ていた。君が大人にその季節が悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。手を引くその役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今わかったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。
その時間が降り積もる間に僕も変わってく。例えばそこにこんな歌があれば、二人はいつもどんな時も繋がっていける。突然上に鳴り響くベルの音、焦る僕をどける手、離れてく君の夢中で呼び止めて抱きしめ合ったんだ。君がどこに行ったって僕の声で守るよ。朝も光も涙も歌う声も、君が輝きをくれたんだ。抑えきれない想いをこの声に乗せて、しても繋がってゆける。チャンネル登録よろしくね。